淡路島レイディオ。はい、始まりました、育ててマーケット、第3弾、違うな、まあいいか、不老の番組、ニュースナック KJ プレゼンツ、食のはシンセサトルの DJ 中盤勝負第3弾始まりました。はい、育ててマーケット来ましたよ。つい来ましたね、はい、おしゃれスポットですね、もうちょっとカメラ寄ってもらっていいですか。声絶対拾えないよね、はい、声拾えてる、拾えてた、拾えてる、まあいいんですけど、はい、ノリで、うん、K で、うん、はい、でね、あのね、だいたいね、前回ね、はい、言われたんですけどね、はい、あの KJ は出てくるなって言われて、あ、そうなんですか、意外と、あの、もう司会は森下君一本でいいんじゃないかっていう説でね、僕には届いてないですけどね、はい、あの、もう今からね、僕カメラやる方がいいらしいんで、はい、あの、これ今から育ててね、何店舗か今出てるんでね、うん、ちょっと放浪のために、ね、あの酒場放浪記みたいにちょっと行ってもらっていいですか。まあ、はい、じゃあ、 あの僕がカメラやる方がね、はい、生きてくるんで、まだカットです、はいはい、じゃ あいるでしょこういうの、はい、はい、行きましょう、じゃあ早速行きましょう、はい、はい、行ってきます、はい、まずはこちらのオーガナイザーの中田愛美さんです。ありがとうございます、はい、彼氏募集中お願いします、はい、今年こそ、はい、行ってみたいと思います、行きますよ、はい、 VTR レッツゴー、はい、はい、まずは、はい、出ました、靴下屋さんですね、はい、はい、はい、じゃあまた後で寄りましょうか、はい、すみません、はい、すみません、急に降ってもね、すみません、ごめんなさい、はい、こちらは何ですか、あ、これは有名な服カフェさんですね、これ忙しそうですね、橋本さん、いらっしゃらないですか、はい、一応、はい、空気を読んでちょっと離れたいと思います、はい、行きますよ、はい、こんにちは、森下弘明です。今日はね、オーディエンスの方行きたいと思います。何をしてるの？こんにちは、はじめまして。はじめまして。はじめまして。あ、どうも。イエイ。森下。さあ、行きますよ。淡路島育ててマーケット。イエーイ。はい。まさかの初鏡。あ、どうもありがとうございます。はい。ジョルジュのね。はい。何の話だよ。大籠。バナバラバー、あれ何の曲でしたっけ、どんな曲でしたっけ、どんな何の曲ですか、一遍音出なかったですか、放課後花束、はい、OK、 はい、OK です、はい、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、今日はどちらからお越しですか、洲本市から、はい、はい、はい、お名前もしよろしければ、しょうございませんか何の取材ですか、あ、はい、育ててマーケットね、はい、育ててマーケットね、はい、勝手に育ててマーケット取材ですよ、洲本市ネルトンベニクジラ団です、はい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 、鈴木です、鈴木さん、鈴木、はい、ジョルジュ鈴木のね、そうなんですか、はい、かの有名な初めて知りました、一言お願いします、何の一言恋人募集中です、恋人募集中、はい、それでさっきも言ったから恋人募集中、はい、あとでね、中田あやみさんという人がいらっしゃいますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、こちらからもよろしく、長時間すいませんね、失礼いたします、はい、はい、はい、まだあっちにね、あの DJ やってますので、もちろん来てください、はい、いいですよ、あっちらへんです、はい、よろしくお願いします、お疲れ様でした、はい、あ、ももちゃんだ、ももちゃん、ちょっと読みますね、すみません、淡路島の自然の木から
小高菜を使って削り出すカラリー削りワークショップ2000参加しようかな。これどうしますこれ。あ、時間ないです。あ、すいません。ではすいません、店主のですね、すいません、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、はい、あれ、お名前の方お願いします。あ、ミッチーです。あ、ミッチーさん。ミッチーです。はい、ミッチーさんでよろしいですか。はい、あの、すいません、もし差し支えなかったら、ご年齢は、はい、あの30歳で、あ、ヤングヤング、おう、俺がヤング、はい、今日は盛り上がってますか。今日は盛り上がってます。温度差、はい、はい、OK です。じゃ引き続き頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。8時ぐらいまでですよね。はい、来月もあるんですよね。はい、来月、はい、よろしくです。お願いします。はい、よろしく、ピタゴロス。はい、行きますよ。はい、どうなの、初めてなんです、これ。中川原の、あ、どうぞどうぞ。はい、いいですよ、中川原のね。はい、ここはあ、聞いたことある88屋さんですね。ちょっと行ってみたいんですけどね。もう空気読みました。チョロスがソールドアウトです。88屋さん応援します。頑張ってください。初めまして、おいしさです。はい、失礼します。はい、出ました、森和也さん。と、次行きたいです。はい、ね、今、はい、まあ、オレンジが、あ、みかんが取れてるんですかね。どんな食べる。はい、どうもありがとうございました。森果樹園、森果樹園、はいはい、森果樹園さんですね。はい、はい、誰もいないよ今。あ、はい、いますよ。はい、ちょっと見ました、子供さんが、はい、めっちゃ頑張ってる。はい、じゃあ、ちょっと黙々タイム。はい、全然ですよ。はいはいはい、今は何をやってるんでしたっけ、売ってるんでしたっけ。おにぎりを。おにぎりを。普段の土日は何をやってるんですか。パーラ、はい、通信販売もやってるんですよね。はい、はい、来週から桃食べれます。え、本当できます。俺桃大好き。はい、行きます。お疲れさんでした。尺が長くなりそう。はい、淡路島レディオ準レギュラー森下博明でございます。スポンサーの北坂、あ、マサルです。マサルさん、マサルだけ俺言うの。はい、はい、そうですね、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あと7回ありますからね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、はい、続いて待っていきたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、いるやん本人。やる気、元気、いわき。はい、有名店ですね。はい、コソラソ、はい、勝手に宣伝しますよ。はい、森の音マフィン見てください。マジでやばめっちゃ楽しみにしてたのに。そうですね、ここで、はい、代表の、はい、ハニーちゃんのお母さんです。育ててマーケットは、ちょっと出店されるんですか。応援しますよ。はい、どうもありがとうございます。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、今日マフィン残念でした。はい、また来ますよ。はい、OK。 はい、はい、出ました。はい、続いてですね、見てください。髪飾りといえばここですね。はい、出ました。はい、どうも高須クリニックの息子です。お疲れ様です。
はーい、イエス、サカスクリニック、はーい、はい、見てください、はい、頑張ってください、お疲れ様です。はい、一応空気を見ますと大丈夫ですよ。はい、はい、こちらが よけ店あるんですね。カバのお店ですね。あ、なんか良さそうですね。はいはい、はい、あ、そこで、はいはい、出ました。裏はアコリウムシュープリーム、はい、シュープリーム、違う、チェリーブルーではない、あ、これは何やってるんですか。あ、これはマーガリンを、プリザーブドフラワーとドライフラワーとシリコンオイルっていう粘度の高いので、はい、水分一切入れずに、はいはい、お手入れ不要の本物のお花として。なるほど、はい、はい、分かりました、はい、まだね、これね、寝る後で買いまして、はい、寝る前にちょっと一人で見たいと思います。あ、はい、楽しみにしてます。はい、売れ残ってますようにと、はい、はい、行きますよ。はい、行きます。はい、あ、俺、さあ、今日はマフィンをわざわざ淡路島育ててマーケットの方に買いに来ました。はい、どうも。はい、紀州のイブちゃんです。こんにちは、お疲れ様です。はい、ちょっと引きましたんで、はい、そのまま行きたいと思います。はい、お疲れ様です、失礼します。はい、買わないでよウェディンベイ、おいだウェディンベイ、わお、はい、ちげちゃんです。ちげちゃんです。ウェディンベイ大丈夫か。はい、淡路島女子部の、はい、こんばんは、はい、皆さんですね。皆さん、めっちゃお食事中すいません。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、どうですか、これ舐めなくて大丈夫ですか。これ結構いいですよ、僕。大丈夫ですか。筆箱とかね、はい、なんかいろいろ持ってるんですよ、これ。大丈夫ですか。はい、今ね、このスタイを、あ、今日のために、はい、いや、もう2人は、はい、いいですよね。はい、はい、実はですね、僕の反則の布もこちらの方でお世話になってるんですよね。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、します。はい、どうもありがとうございました。初めてうまいことまとまりました。大丈夫ですよ。はい、出ました。いいでね、はい、あのご主人がね、あの森の木ファームさんから椎茸をね、向上されて奥さんがね、はい、はい、でね、ここは個人的にはですね、あのほうきとかね、ハエたたきがあるんですよ、これね。で、さっきもこれがほうたんですけど、結構人気あるんですよ。で、あのほうきがですね、あの実はグッドデザイン賞受賞してるんですよね。へえ、はーい、ね、おーい、高原くん聞いてるか。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。よっしゃ、流行ってますね。芸能といえばネキさんですね。はい、加藤さん、ありがとう。はい、はい、宝くん一言。はい、トラスエラー。はい、爆笑、オッケー。はい、はい、どうも、まだよろしく。はい、はい、はい、こっち。あ、出ました。出ました。出ましたばっかり。フェイスブックを揺るがしています。揺るがしてる。青井優の本の青井優と伊藤ゆかりといえば新見さんですね。はい、僕動画やってるわけ。はい、そうです。はい、はい、青井優ね、はい、ね、はい、どうですか今日の青井優さんは。
京都も言うてるよ。どういうこと？急に言われてもわからんな。でね、あの新見さんはね、青空洋服店っていうのをね、やられてるんですよね。はい、これはいつ出店するんですか？出店とかあるんですか？あ、はい、今年はレトロ出たけど。あ、ちょっと未定で。次は未定。あ、でもね、僕は結構楽しみにしてるんですよ。あ、そうです。いつか僕のちょっとオートクチュールで来たいと思います。はい、新見さん、ありがとうございました。はい、はい、失礼します。はい。はい、出ました。出ました。久保。出ました。自称芸術家の、はい、久保拓也さんですね。出ました。なんでやねん。はい。すいません、出れないです。いろんな事情で。すいません。肖像権の問題で、はい。今のはカットです。はい。はい、全カットです。はい。行きますよ。はい。はい。これ、はい、なんかこう、ごめんなさい、スーッといきますね、ちょっと、なんか無理やり、モードウェイ君にください。スコーン屋さんですか？スコーンの店。はい、お疲れ様です。これなんか、いかがですか？なんか、どれが、まあ、全部おすすめと思うんですけどね。あ、これ結構売れてますね。はい、なるほど。枝豆とクリームチーズ、あ、フルーツ系は残ってて意外と。そうですね、ほんま。ビールに合うやつ、ね、250円で買いやすいですよね。はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、舐めてもらいました。はい、 OK です。はい、いきますよ。はい、いただきます。来ましたね。はい、はい、出ました。春の目玉ですね。平松組。はい、出ました。平松、野望は平松組ですか？平松。はい。今日はパンとスープのデリですね。美味しそうですね。どうですか？あ、これちょっとすみません、舐めてカメラさん。はい。はい、実はここは絶対行きたいと思ってるスポットですので、はい、KJ こと北原純平さん、ぜひ一緒に予約していきましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、散らかしてすみません。またお願いします。はい、あるよ。山田屋さんですね。流行ってますね。なんか抜けている。休んでますよ。さっきのなんとかモーンってかけてたどっちですか？あ、いや、ずっとしんちゃんやってくれてはるんですよ。はい、お疲れ様です。リスペクト、しんちゃん。はいはいはい、山田屋さんで流行ってます。わけないじゃん。何度も何度も言ってます。後ろパターンしてないです。セクエティ。はい、どうもありがとうございました。何や、はい、はい、ショコタンで有名なカフェの窓さんですね。はい、バイトの子ですか？はい、はいはいね、ソーセージが人気あるんですよね。はい、いいですね。今日は売り切れですか？今日売り切れ。あ、残念。同僚しかんですね。これもすごく売り切れちゃって。これソーセージ大好き。はい。まだついてまたやるんですかね。はい、はい、応援してます。頑張ってください。はい、失礼します。はい、出ました。これ昼ね、結構北の仕事の時に結構多分これ近いと思うんですけど、お昼美味しいです。バイオリンさんね。ちょっとこっちに落としたらあかん人いるんで、はい、すいません。行きたいと思います。すいません。はい。どうもこんにちは、キャベツ畑です。お疲れ様です。
はい。どのくらいいったらいいかわかんない。はい。大丈夫です。大丈夫ですか。流れに任せてください。任せます。はい。はい、デスプリード・クリシーズさんですね。ちゃんと覚えてますよ。はい、ありがとうございます。はい。今日はどうですか。あ、カンパーニュが売り切れたんですね。はい、そうなんです。はい、ありがとうございます。結構すごいですね。今日の僕の晩御飯が、あ、ちょっと食べてみます。カメラさん、お願いします。はい。始まってる。急に始まってる。すみません、名前聞いてみます。名前の方は佐藤レイと申します。お世話になっていいですか。名前、すぐの名前。はい、佐藤レイと申します。いい名前ですね。ありがとうございます。やっぱオープンしたの何年ぐらいですか。2年ぐらいです。あ、はい、そうなんですね。あのモノベのキャベツ畑さんの横で。いえいえ、キャベツ畑さん名店ですけどね。はい、横でひっそりとやっております。もうね、次ね、あの北原純平さんと予約していきたいと思いますよ。わかりました。フルコース頼みますからね。よろしくお願いします。頼んでしないですよ。はい、そこだけフルネームなんで。絶対来てくれる人なんで。はい、はい、よろしくお願いします。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。カレーはコミュニケーション。淡路島のカレーといえば今やモンカレーさんですね。はい、あちこちに出てきます。モンカレー、モンカレー、淡路のどこでもやってくる。よいしょ。はい、はい、見てください。今日はどうですか。もう売り切れですよ。もう売り切れらしいですよ。はい、はい、これね、あの北原純平さんもカレーが大好きなんですよね。もうよく来てるんです。私とよく来ることが多いと思います。はい、コミュニケーション。はい。我ながら、ちょっといやらしいんですけど、若干そこそこ宣伝させていただいてます。はい。いえ、また、次は、坂本さんとやってます。あ、なるほど。上田さんとかやってます。はい、でも、食べれるわね。はい、楽しみにします。はい、ありがとうございます。はい。今日はね、はい、あと5時間ぐらい面白くなる男なんですけど、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、この前、おばさんのお名前が、はい、カモンちゃんですね。カモンです。はい、カモン。はい、夕方になってきました。ちょうどいい雰囲気ですね。はい、空が茜の色で、いい雰囲気でございます。はい、なんか今通りましたか。気のせい、大丈夫ですかね。はい、行きますか。はい、じゃあもう行きましょうか。はい、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 大通りです。行きますよ。はい、ここでちょっと笑いを取りたいと思いますよ。いきますよ。ブルースを愛してください。はい、愛してください。何、はい、どうもありがとうございました。何、じゃあメイン会場行きましょうか。はい、はい、はい、一応舐めといてもらっていいですか。はい、名盤ですね。はい。
はい、昔シェイクスピアで戯曲でロミオとジュリエットという、寸劇がございました。今現代版平成も来年変わろうとしています。しかし変わらないものはそれは何でしょう。愛です。それではこちらの方にその愛を体現している平成のジュリエットこと、いや昭和のジュリエット淡路島を耕す女山口邦子さんです。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、森下です。こんにちは、森下さん。はい、森下です。ちょっとあの面と向かってこんな距離で会うのはちょっと恥ずかしいんですけど、いろいろ聞いてみたいと思います。はい、天国の久保さん、お元気ですか。はい、母上様、お元気ですか。はい、ではですね、山口邦子さんにですね、淡路島育ててマーケットを始めたきっかけを聞いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あ、私ごめん、行かなあかんから、ごめんね。はい、大丈夫です。はい、あ、もう行かなあかん。あ、いや違う違う、10分後に行ってって。あ、全然大丈夫ですよ。はい、今結果オーライです。結果オーライ。はい、大丈夫です。はい、どうぞお願いします。育ててマーケット、はい、育ててマーケットは、うん、なんかね、淡路島意外に広いじゃないですか。はい、でいろんな素敵なお店がこう点在してて、はい、ほいでそのお店がなんかつながるかっていうとちょっと多すぎてつながってないやんか。月1回ぐらいさ、な、月1回ぐらい顔合わせてもええんちゃう。もうちょっと離れて顔合わせて一緒の空間にいてもいいんちゃうっていう、そういうことから始めました。そうですね。おい、なんかね、なんかお客さんもなんか、まあ、前から多かったんですけど、さらに増えてるような感じがして。今日はやっぱり DJ ナイトのおかげかな。ね、まあ僕は全然あの電飾1個終わったぐらいなんですけどね。実は何もやってないんですけど。はい。いきなりちょっとダメな雰囲気になりましたけど、はい、切り替えてやりたいと思います。はい。ネギくん待ちですか、これは。もしかして。はい、そうです。もうこれで終わっていいですか。はい。はい。ではですね。はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、あとですね、うん、あの勝敗を決めますので、そうなんですね。その時にもしよかったらいてもらったら、わかりました。はい、あのこれは僕があのちょっと考えて読みますので、わかりました。はい、今から読みます。空気で、はい、空気で読みます。はい、そこら辺はね、はい、台本じゃなくて、はい、もうその時直感で読みますからね。わかりました。はい、じゃあですね、最後に、はい、これを見てる皆さんに一言、いや10言ぐらいお願いします。はい、ラストです。毎月第4日曜日に育ててマーケット開催してます。みんな来てね。はい、どうもありがとうございました。はい、やっぱりいいこと言いますよね。あー、オンチかった、浜村淳でございます。はい、行きます。はい、さすがやな。そんなことないです。はい、はい、ちょっと褒められてちょっと英気分になりました。ちょっとアウェイだったんで。本日のお相手、第3弾になるんです。皆さんご存知ですか。
頑張りますんでよろしくお願いします。La Guadeloupe, si moment la vignette augmente,
Abaka comprendre la Guadeloupe. Pour qui raison un pour un contre. Abaka comprendre la Guadeloupe. Ces moments-là et sans jalousie. Maman tisse souffrière, pour couillonner les malheurs. Maman tisse souffrière, pour couillonner les malheurs. Souffrière, vas-y, osez-y. Souffrière, pourquoi tu réponds. Souffrière, pourquoi tu réponds. Abaka comprendre la Guadeloupe, pour qui raison est sans jalousie. Abaka comprendre la Guadeloupe, ces moments-là viennent augmenter. Abaka comprendre la Guadeloupe, pour qui raison est pour jalousie. Abaka comprendre la Guadeloupe, ces moments-là est sans jalousie. Maman tisse souffrière, pour couillonner les malheurs. Maman tisse souffrière, pour couillonner les malheurs. Souffrière, pas dit aussi un peu. Souffrière, pas dit aussi vite. Souffrière, papa, tu réponds. En fait là, il va réchimer là. Thank you.
ゃあ番組の途中ですけども、今日は今から藍染めの、アイランドプロジェクト、アイランドプロジェクトおのころ藍っていうここ工房になるんですけど、そちらの方ネギ君の仕事の現場を、今日は隣の、有名人じゃないですね、隣の画家、森田のおじさんと一緒にレポートしたいと思います。それでは一緒に行きましょう。はい、行きましょう。よかったよ。ここから、ここからですよ。うんうんうん、な、おとる。こんにちは。こんにちは。靴のまま。靴のまま。はい。これさ、ネギくんっていう今日の主役の映像を撮ってるんですけど、その奥さんのエリーニちゃんです。はい。外人さん。違うんです。あだ名がエリーニなんです。よろしくお願いします。エリーニってどこの国？エリーニはね、ギリシャ語で。ギリシャ語。ああ、すごい学識やな。ギリシャ語で平和。わしも名前取らなあかんな。今日森田のおじさんにしてもらっていいですけど。そうですか。芸術家。はい。平和して。絵描きです。絵描きです。絵描きです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう聞きたいこといろいろあるのを答えていただけるとすごい幸いなんですけど、興味津々で、はい、靴下ね。めいこさんからいただいて、そうそうそう、それがすごい良かった色のやつね、はい、犬としです。犬年ですか。年分かるやろ。犬年ですか。お父さん、お父さんうさぎ年ですね。下下下、まあまあいいんですかね。そのうちになる前に、はい、あ、なんかプロダクトがいっぱいある。しかし、愛っていうのは青なんだけども、本当にいろいろな色があるんやね。そうなんです。ね、こうやって見たら、明るい青から、まあ、インディゴっていうか、真っ黒に近いようなね、青。これがやっぱりやりがいになるかな。はい。僕らの場合は、N から絞り出して、それでこう、まあ、色を出して、はい、で他の色と合わせて色を作るという作業をするんだけど、ここはインディゴだけの濃淡で色を作ってるのかな。そうです、そうです、はい、そういう意味では水墨画みたいなもんやな。違うものありますね。水墨は黒を使うんやけども、はい、やっぱりそれが赤みがかった黒、ほう、うん、ほうとかいろいろその黒が紙に滲むことによって変化するの。いいんですよこれで、全然大丈夫ですよ。藍の場合は藍という一色でもって黒から、うん、今こう見して見してもらったけども空色まで出ようのにな。そうです。それは驚きやだ、うん、いや僕もインディゴあるいはコバルトブルーとか、うんね、ウルトラマリンとか、はいはい、使うわけですよ、はい、ところがこれほど微妙ないわゆる明度差で色を出すっていうことはないね、うん、この色面に対しては、このもういきなりめちゃくちゃ喋るんだろうね。そういう発想まあ、色の選び方をするわけですよ、はい、最後藍の人は藍という材料で黒からずっとスカイブルーまで行くわけや、はい、一番薄い色って何色なの。カメラ時そう薄い色ですね。水色に近いな、スカイブルーに近い、はい、本当は質的に全然違うのこれ色としては、うんうん、もうあそうやけど藍がそんだけ広い範囲で使われるの、うん、一生かかってやるのね、意味あるなと思うな、うん、これは水墨やるのと同じやわ。水墨もパーッとこう墨を含めてここでスーッとこう最初は濃いわけよ、はい、だん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 薄くなっていくわ。で筆先のその墨がなくなるに従ってこの
方の上の方の水分が下へ降りてくるわけだ、うん、薄い薄い色になっていけばね、だんだん薄くなるよ、うん、それと同じやね、うん、一緒で似たような似たような現象やろ、はい、ほんでその水墨というのは禅に通じとんねん、うん、せやから禅、禅の盆さんいうのは、うん、みんなやっぱりちょっともうやめとくわ、ね、あ、俺の方言うとるやん、下の聞くのよ、いいです、いいよ、いいよ、あんたのこと俺言うとんねん、そういう水墨が近いとかそういう風に言ってくださって、いや、僕そういう風に感じた、僕はあんまり言わなくていいねん、あいうわんか、さっきから合図してるけど、宇宙やから綺麗な人見て興奮してる、うん、もう出す人は悪かったな、あ、いやいや、全然よかった、よかった、いいですよ、悪い人を出してくれはったらよかった、悪い人、うん、あ、面白い、うん、生地が多いかな、生地が多い、染めること多いですね、あ、やっぱいろいろな色を取り扱う、はい、そうね、代表的にオタクの得意な色ってどれですもん、うん、おタクはそうですね、いろんな色は出せるようになってて、あ、そうですか、藍自体も本当に何十種類も色があって、それ乗ってるだけでも全然少ないんですけど、先ほど言ってたその濃い色やったら濃紺っていう名前が決まってて、薄い色やったら高齢ですかね、まあ私らは亀の像自体が一番薄いかなと思ってるんですけど、こういう名前がついてるんですな、そう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 、アサギですよ、アサギ、アサギっていうのね、聞くことは聞くけど、どれですアサギって、アサギ色、あ、そうそう、アサギ色、この色なので、本当例えばあの T シャツの下、白に近いんですけど、あ、あれがアサギですか、アサギらへんですかね、この名前もいいね、ね、すごいですよ、水アサギかな、うん、これのちょっと薄いやつやな、そうです、そうです、あ、ね、藍白っていうのは藍白、藍白ですね、もうほんと一番薄いので、薄いのやね、これはさやけど、こう単にこれやこれや言うんじゃなし、この名前がついてるのがいいな、いいですよね、でも藍って言われてる色が、藍はここやな、この色で、あ、こっからこれにするのはどうなんするんですか、回数を重ねて何回も何回も、あ、何回も何回も重ねることで、今度こっち側は薄い液で何回も何回も染める、うん、薄い液で染める、はい、うん、ここはなんかこれにしてくれとかこれにしてくれとか難しいね、ですね、なんかまだ大体ここら辺の色で濃い色で、なんか昔の戦に行く人とかは、うん、勝ち色っていうので、あ、勝ちか、勝利に勝つっていうので意味を込めて濃い濃い色に染めてたみたいです、あ、うん、これ喜んでるの、怒ってるの、怒ってそうですよね、これが愛のドライフラワーなんですよ、愛っていう植物です、こんなんですか、そう、この葉っぱの部分を染色に使う、これ野草でなんかこれ似たようなありそうな気が、あります、あれはタデ科なんですよ、あ、タデ、タデ、そうそう、タデが似てるね、うん、タデ科で、タデ、タデ科やねんけど、タデ科なんですけど、長いんか、藍染めできるタデは、タデは葉っぱが枯れても緑、うん、あ、そうなんです、普通葉っぱって枯れたら茶色くなるじゃないですか、余計なこと言うとまた怒られるけど、いや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 、あの、私、去年ね、うん、これと同じもの、タデ、はい、タデのね、はい、これも自転引いて分かったんだけど、はい、タデの野草を取ってきて、はい、大きなあの植木鉢に植えて、いっぱい生えたんですよ、はい、これとそっくりやね、そっくりですか、お花ついた、うん、これ、うん、一面に咲いたわけ、大きなこんなやつに、あの、いっぱいなって、はいはい、上にこの子ができたんや、はい、で、ああよかったなと思って、今年も出るかなと思って待って、出えへんねん、これ一年草、これ一年草ですね、種がこぼれて
は、はい、次入ってくるって。入ってくるわけか。うん、こぼれてるはずやから出ないからね。ねえ。それは出えへんね、今年は。そう、うん、でちなみになんかそこに、うん、今の愛の苗があるんですよ。うん、よかったら。これが愛の、今年の愛の苗で。こんなん。こんなんなんですよ。でこれを畑に。これから畑に定食もうすぐします。ほんでこれなんこれが、秋頃、うん、刈り取った葉っぱの部分だけを刈り取って、うん、でその秋になると花がつくんですよ、この植物、うん、これやな。で花がつくと花に栄養がいってしまうので、うん、もう染料には使えないのに、うん、でこれは観賞用としてドライフラワーにしてるんです。そうか、はい、ああ栄養がこれにいってまおうな。そう花やから植物は、はい、ああそう、ほんと近いことや思っとったんや、うん、去年植えて、うん、その大きな鉢ね、もともと梅を植えたったんや。梅を、それがもう掘り出して、うん、ほいでその野草を取ってきて植えたんや、うんうん、ほんとうまいこと増えて、うん、こんな増えてね、ほうほう、ほんで最後こうなって一面それやったんや、綺麗なと思って見とったんや。で来年もこれ咲いてくれたらええのにと思って一生懸命見るんやけど、なんぼしても出てきへんねん。種がこぼれだねから、うん、また出てくると思います。ああそうかな、はい、まだ出てきへんねん、それが、うん、あったかくなったらそろそろ。ああそうやっぱあったかくなったら出てくる。あったかくならないとね、うん、生えてこないですね。ああ生えてこない、うん、あよかった。でも4月、ああそれはよかったよかった、4月頃から、うん、いやそれが出てきへんからな、もうこれ掘り起こしてな、うん、あの麦区あるでしょ、はあ、麦区、麦区、はい、あれ、あれがまた好きなんですよ。うん、であれを麦区を別の鉢に取ってきて、うんうん、それをそこを植えようかなと思っとった、うん、そういう今段取りをしとるわけですよ、うんうん、で今まではね、こうできたやつを、ね、はい、植えとったんやけど、はい、このえらい野草が好きになったやん、うん、で今度はその乃木くん増やそうと思う。あまたいらんこと言うと怒られない。もうえ質問するわ。質問してください。どうぞ。この最後おかしいな、鉄っちゅうのはな、うん、鉄赤っぽいですもんね、鉄焙煎とかオレンジとか。そうやな、なんかプリントでこういう色になってるんですけど、全部ね、うん、全部青青やけど、実際ここら辺とかは本当赤みかかってるんですよ。あ 赤みかかってる。そうでもプリントしたら赤みがかかってないので、ほんまに濃く濃く染めたら、こっちにもいろいろ色があるんですけど、あなんか何だろう、全部赤みがかかってる、赤みかかってくる、紫がかかっとるな。そうまだまだ全然薄いんですけど、ほんまやほんまや。でこれは濃淡ついてるんはこういう風に、水色、これ水色や、ここら辺の色じゃないですか。組み合わせやな、それ。そう、これこういう風に。これ最後だ。染めるのは大変やな。染めるのすごい大変なんですよ。なあ。はい。これ綺麗な色やな。ほんまに色々な色は、これなんかな、赤系だけがないだけ感じやな。なあ。この青系、グリーン系、青系、あの。青を使って何らかの形で使う場合は全部これに入るわ、うん、あと赤系がないだけや、うん、ベンガラ系のやつがあ、はいはいはい、ないだけや、うん、これはおもろいな、うん、ほんでやれんねんこれ。そう楽しいですね。これさやけど、こんな模様は、模様はどうやってつけるの。先にもち米と米ぬかで、うん、防染のりを作って、うん、作ってで肩半版画とかと一緒なんですけど、うん、型で糊を落として、うん、糊を生地につけて乾かしてから染めるんですよ。そうすることで防染されて、糊の部分が、ああそうか、そう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 、ああちょっと1個もなんか糊ついてるやつがあるんですけど、ああそうか、ああそうでないと難しいな、これは手で描くっちゃいかんから。まあ、それは老血染めでできるんですけど、これ今糊ついてる状態で、ああこれ、はあ、これそうそうそう、これを作るのがまた手前やな、なかなか。そう版画
ですよね。版を作って、で、糊を版に落として、版で落として、でから染め重ねるので、で、糊が割れてしまうとそこからまた色が入ってしまうので、これほな糊やねんな。こっちが糊で、こっちは糊が乗ってないのか。こっちが糊か。そうそうそう。不思議ですよね。この間すんの。そうなんですよ。これをやったんが外のやつです。はい。これは簡単じゃないわ。何日もかけて。そら何日もかかるわ。糊が溶けてしまうので、もう1日2回しか染めれなくて。で次の日また糊でな、そう交染してるんです。そら大変やわ。よくわかるわ。僕は版木やと思う。あ、版木。版木、版木で何かやれへんのか、やるのかなと思って。ちゃやけど、それしかこんな風に発想せんやぞ。版切りで。版木。彫刻。彫刻でね、はい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 。ないんやな。彫刻でそんなことでやるのかいな。そこでやってるんですよ。なでから、これはまあ一回しか乗せないんですけど、乾いて途中でまた糊を乗せるんですよ。最初、一番最初から糊がついてたら白の状態で、ああそうやな。で何回二回か三回か染めた後に乾かして次またこのでっかい水玉の方の糊をつけるんです。置いていくんですよ。で染めることで色の濃淡が、最初から糊が乗ってたら白なんですけど、途中までちょっと入るわけ、入ってるので水色になる、薄い藍色になって、ほんで最後濃いやつを、濃いやつはずっと染め続けることで濃くなると。はい、その一枚でも何回もやってるわけや。何回もやってるんですよ。そうか、なあ、ほら、そらシュッと描くのとはちゃうからな。そうなんだよ、柄いいな。今度この柄をも考えないな。柄は考えない。そうですね、残ってここの柄を考えるのもなかなか難しいね、これな。色が限定されてるからな。そうなんですよ。これでやらなかな、なるほど。
Love, wafu tarino
歌から愛し合えば明日も明るい Love Love you love I love you Look at me, oh, totsuzuke te okay. Vi wa yasashii mo, ji very goodi. Tomusu beba ai no ji love wa sekai no ko toba love. わ二人の宝愛し合えば明日も明るい Love Love you love I love you Love Love you love I love you Love Love you love I love youJack, don't come back no more, no more, no more, no more. It all, Jack, don't come back no more. What you say? It all, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. It all, Jack, don't come back no more.Oh, please don't answer me as many so much as I've ever seen. I've been sure you said so. You have to keep up and go. Hello, Jack. Don't cut back no more, no more, no more, no more. Hello, Jack. Don't cut back no more. What you say? Hello, Jack. Don't cut back no more, no more, no more.Oh, Jack, don't get back no more. Hello, Jack, don't get back no more, no more, no more, no more. Hello, Jack, don't get back no more.Hello, Jack. Don't get back no more, no more, no more, no more. Hello, Jack. Don't get back no more.You got no money, just a little Hello, Jack. Don't get back no more, no more, no more, no more. Hello, Jack. Don't get back no more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 .月火水木金曜日
待ちに待った絶賛は出ない、せっせせっせと仕事ご苦労さんです。ふらっと寄り道回る道、まっすぐうちには帰れない、ちょっとのつもりがオンなの、わかっちゃいるけどやめられない、keep on waiting and
voice, talk to me at night. For those tender arms wrapped around me tight. My mama said, you can't hurry love. No, you just have to wait. Love don't come easy. It's a game of give and take. How long can I wait? How much more can I take? For loneliness, cause my heart, heart to break, and I can't stand to live my life alone. I grow impatient for a lover to call my own. Well, I feel that I can't go on. Well, those precious words keep me hanging on. With my mama, Frankie, I don't. Frankie, hold up, Kenneth, hold up, shut up. Twist and long John Silver, Hansi Cook and Nelly Dick. In his rise and kill my heart, you found a sign. Oh, the jewels in the crown of England's glory. England's glory. Took you a rush to make sure that of you. サンデさん、ちゃんと入ってるかな、サンデさん。おい、おい。カメラ君。
まあ、カメラは向こうです。カメラは向こう。いや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 、ファイ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 。包むようなハーモニー、ブギバック的な神様がくれた甘い甘いミルクハニー。君さんお待たせ、24小節の旅の始まり。ループでドアをドカーと蹴ってルバーと叫んでドカドカ行って、テーブルのピザラスもチキン、ビールで一気に流し込み、ゲップでみんなに Say hello おでんどん無駄だけど手なくはいって行きたいっすね、いいっすね、なんてね、よくない、これこれよくない、よくな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 く甘い甘いミルクハニー。はい、じゃあ今日は山田屋さんの誕生日ですよ、皆さん。こちらどうぞ。山田屋さんいるかな、いるかな。次の曲に合わせて踊ってください、歌ってください。お待たせしました、おめでとうございます。山田修平さん、おめでとうございます。拍手お願いします。今一度拍手の方お願いします。本日はお忙しい中を多数ご参加くださいまして誠にありがとうございました。まずは皆様方のご健康を祝して、明日は月曜日です。酒が飲めるぞ結構すぐ乾いちゃうんですよ。まあね、夕方一回やっとかないとね。はい、好きだから水あげないだけで全然育ってくれ。淡路雨少ないじゃないですか。あんま向いてないかもしれないんですよ。もう一個の畑も行きたいんですよ。
適当にこういうの撮りながら見ていこうかな。これが一番広い。で、これ2番目ですね。上にあるんだ。やっぱはい、一番上のところが広いです。で、あっちは反対側は全部。あ、定食。さっきのやつを。はい。もう全然雨降らんから。うん。これがその直で水が山から来てるっていう。そうです。うん。ため池じゃなくて、こっちに川が流れてる。そこからパイプで引っ張ってる。ああ、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 ため池じゃなくて、ほんま飲める水で美味しい。これを朝湯、今朝も夕方だけ。ほんまに晴れ間続いてるときは、うん、朝もやる。朝も行って夏に刈り取って冬場発酵させて、まあ、1年がかりで染料を作るんですけど、うん、1年がかりで染料を作るアイスさんと、そのアイスさんが作った染料を買って染め物をする染め師さんと、こう分業なんですよ基本的には、うん、まあ自分たちの場合はこうやって作品作って表現したいっていうのもあるけど、それ以前に暮らしというか、スーパーの暮らしもしたって始めたところがあるんで、やっぱ両方やることに意味があるなと思ってます。ネギ君、今ので十分もう取れ高ありましたけどもう今の一言で大体大体ざっくりそんな感じ。ざっくりね、はい、分かるんです。だいぶでもほんま畑にすげえエネルギー取られるんですよ。時間と時間と、うん、これも毎日欠かされへんし、うん、だからもう畑ある時は結構染めの技術を向上するっていうことがあんまりできなくて、とりあえずのこう仕事で入ってるのをこなしてやっていってる状況なんです。もっとやりたいこといっぱいあるんですよ、うん、技術面で。もう何年でしたっけ。5年目の年、うん、でもまあ加工製品プロダクツもいろいろね、ちょっとずつ増えてますからね、はい、でもアパレルやりたいわけでもないし、うん、まあ、しっかりした染料を作って、これでこの50年100年残るような染め物をしっかりできるっていうか、うん、まずは今はそんな感じ。そっから作品作りとかをちょっとずつやっていけたらいいなと思、うん、僕多分あのネギ君のいいところは前も言ったかもしれないですけど、ね、そこの近所のお寺さんが、はい、彼はあの、ね、お寺さんはいろんな染料見てるんで、はいはいはい、でも彼はその色の出し方のこだわりやセンスがちょっと抜けてるよっていう。あ、嬉しいです ね、はい、そういう藍染めに触れてる人がその審美眼を伝えてるんで、まあそこも一つのネギ君のいいとこなんじゃないですか多分。ただ単にね、こういう取り組みしてて色出せばいいってだけじゃないところのさらに奥を攻めてるところが大事なんだなって考えてます。だいぶこう込めて育ててますんで。そうですね、こういうの見るとね。オール淡路さんで。淡路だけの、ここだけの青みたいな。うん、結構ほんで、アイスさんとか、他の県では、やっぱり別に食べるもんじゃないから、農薬も化学薬品もバンバン使うんですよ。あ、意外と。意外とこんな感じなんですよ。アイ茶とかね、はい、やってるしね、ネギ君ね。そう、うん、だから口に含むものもあるし、はい、NHK 見ましたとかって言って、長田ってこう、ケミカルシューズが有名なんですね。うん、スニーカーいっぱい作ってるらしいんですよ、うん、で、そこの会社で一つから電話あって、うん、学校の
靴とか介護用の靴とか作ってる会社 で子供の背筋を調整するサンダルみたいなの作ってて、でそこの鼻を染めるっていう仕事が始まって、オリジナルのサンダルがついに出せました。サンダルができるんですか？サンダルが、はい、うん、めっちゃ履きやすいです。履いたら背筋伸びる。背筋伸びる、はい、クロップとか一番良くないなって。あ、逆にこうベターってなってると、うん、体が前傾になっちゃうらしくて、うん、あのあれでしょ、そのテレビ取材の時、はい、角刈りだった時のやつ。角刈りにした途端テレビの話やってました、でほとんど喋らず、そっちの本当の職人っぽくなんか演じてたって聞くんですけど。そうですね、不器用です、ね、普通で今まだ坊主に。そうですね、あの角刈り家でできないんですよ、うまいこと。何回か試したんですけど久しぶりの坊主じゃない。三木市の、三木市って浜の有名やないですか、うん、三木市の結構3台ぐらいで出てる坊主さんの坊主の手を木の部分にできた。木の部分、木の部分、絵の部分、うん、そして、うん、ありがたい。まあね、多分いいことしてたらそうやって全国から気づく人がオファーするんでしょうね。いやいや、ほんまありがたいです。それ、うん、なんかビームスジャパンとかで販売してるんですよ。おお、淡路島のこの頃合いで染めましたみたいな感じ。はいはいはい、5年かかりましたよ、ね、だから仕事になるまでちょうど。そうですね、はい、レイ君だってそれまで服の加工メインでしょ、はい、そうですね、洋服のリフォームとか ね、はい、そこら辺も今ほとんどもうやらずで5年。いや、まあそれもたまにやってるんですけど、うん、ポイポイハウスで、はい、釣り場好きな人とか預かって、この前もね、しんちゃんの、うん、あの職場行った時にしんちゃんに、あ、やっと渡せるわって、ズボン2本預かったんですよ。で、まあなんかめっちゃ使いようやって、うん、で、しかもなんかもう友達がいろいろあったり、こうその時にいろいろ重なって、すっかりこう忘れて帰っちゃって、その荷物、うん、忘れたことも忘れてたぐらいの感じやって。あのネギ君にたまによくあるダメな時に、そうそう、そういう時間に、いや、ほんで、うん、したら、まあ、ボロボロのジーパン預けてくれて、ジーパンとなんかワークパンツみたいなの預けてくれてて、うん、それで、あ、ごめんってこの前あの取りに行ったら、1本だけかっこいいなんかジーパンだけなくなってて、うん、くるくる位置に出す前のやつって多分誰かが勘違いして、あ、持っていっちゃった、持ってダメなやつじゃないですか。ダメなやつじゃないですよ、まあ、もう初めてやってもらった。めっちゃいいやつ。もうね、なんかお気に入りっぽかった。あ、しんちゃんの、しんちゃんのこの度のこの10番勝負の相手でしたね。あ、そんなところでそういう裏話が。1個用事入ると1個抜けちゃうみたいな。ああ、ミルクの耳に、うん、まあね、いっぺんに器用にできないですからね、そこね。あ、それ10番勝負なんですよね、それ。これ10番勝負のね取材なんです一応。ネギ君のは本当にいい会になってましてね。はい、ただ真面目にこういうところも一応伝えたいなと思って足運んでみた次第でね、これね。
まあ、あの実際最終的にカットしてるんですけど、はい、今回のその勝負、はい、まあ、ネギ君負けちゃってる、そこはカットしておきましたね。いやいや違うんですよ、あの音割れまくってて、あ、ほら、なんか、うん、これは使えないって山口邦子さんがね、発表って言ってやってくれたんですけど、あ、ほら、全部音割れてて、ね、もう削除してますけど、他がね全然いいんで、あれ2時間ぐらいやってくれててんけど、はい、後半の1時間かなぐらいにまとめてますけど、はい、後半の方が本当にバックトゥバックでいってるから、はい、前半だってしんちゃん何分かやってネギ君だったから、後半の方がなんか楽しそうな雰囲気になって、2人でやってくれてたのもおもろくって、そっちを活かしました、うん、まあ、酔っ払ってる姿でも見るの恥ずかしないですか？まあ大丈夫な範囲でしたよ。もうもっとひどいネギ君みんな知ってる人にとっちゃもう抑えてるじゃないかなっていう。全然軽やかにね。何を知ってるの？それは知りたくない。それは聞きたくない。互いに。気遣い昨日に戻るから二人でドアを閉めて二人で名前消してその時心は何かを話すだろう二人でドアを閉めて辛い昔は
ちょっと待ってフォローライン誰かのこと待ってなんて知らない Life is a showtime すぐにわかるのさ君と僕とは恋に落ちなくちゃ夜が深く長い時を越え Oh baby love lovely way 気を切らすI'm not afraid to die.
よかったからね、これはたし状お何と思います？まだ一緒か。はい、シンセサトル DJ 10番勝負隊長、次回了解受けてもらえますか？体の調子良かったな、もう死にかけやから。そんなことないですよ。受けて立つ、ね、あと100回ぐらいしてくれるんです。やらや、はい、いや、すみません、よろしくお願いします。 OK、 はい、 OK、 大成功、大成功。